浅田です。今日はですね、僕の以前からあった D ヒーローのデッキを強化したので、その強化に使ったカードを紹介します。 D ヒーローのデッキはですね、僕がね、以前ね、遊戯王にハマってた時に作ってたんですけど、その当時はですね、 D ヒーロー弱かったんですね。で、まあ1ヶ月前にね、D ヒーローの強化パックがね、出たということで、そこからですね、ちょこちょこと、D ヒーローのデッキ強化しました。なのでね、今回そのカードを紹介します。まずはこのカード6枚、一気に見せたいと思います。カードオープン。ディアボリックガイドデスティニードロー3枚。このカードたちはですね、僕が遊戯をやってた頃はですね、クソ高くてね、ほぼ入手困難でした。はい。僕のね、財力では買えませんでしたね。だけど今はね、デスティニーソルジャーズのおかげでね、比較的安価になってましたね。はい。なのでね、3枚入れちゃえということでね、3枚入れます。それに昔はね、デスティニードローとね、このディアボリックガイはね、純制限とかだったね。制限とかにもなってたし、純制限にもなってたからね。今は3枚ずつ入れられるということでね。時代は変わったね。続いてはエクストラデッキです。こんだけ導入しました。まずはこちらの4枚、カードオープン。エレメンタルヒーローアブソルートゼロ、マスクドヒーローダークロー。というわけでね、 D ヒーローということでね、はい、入れますよこいつら。アブソルートゼロはね、ヒーローだったら誰でもいいっていうやつで、ダークローに関してはね、マスクチェンジで召喚できるのでね、はい、入れますよ。前ね、ヒーローズストライクが1000円で売ってた時にね、3箱買ったのはね、このためでしたね。はい。続いてはこのカード、一気にオープン。希望ホープシリーズ。こちらを入れた理由はですね、ドリルガイですね。はい。ドリルガイがいればね、比較的ランク4は出しやすいので、これにしました。それとね、これを買ったのがね、1ヶ月前で、まだね、タッグホーススペシャルやってなかったから、どういうね、ランク4カードがいいかわからなかったから、とりあえず、あ、希望、ホープ、確か使えたなーっていうようなのイメージがあったから、とりあえず希望、ホープ揃えりゃいいかなっていうことでね、はい、揃えました。というわけで以上が、D ヒーロー強化カードでした。まあ、今回はね、構築済みだったんで、カードをね、バラバラと変えるだけでね、楽でした。はい。1から買わなくて済むっていうのはね、ありがたいですね。まあ、次回ね、また何か強化するか構築するかね、わからないんですけど、まあ、やりてえなと思ったらやりますんで、その時まで、お楽しみに。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。